今回はこのドンキホーテで買いました親子丼ですね。こちら黄色屋の親子丼を食べていきたいと思います。こちら538円のところ 50% オフで269円で売ってました。なんですかね、だしの香りとうまみの親子丼ですかね。こちら黄色野生です。食べていきます。あ、まずそうですね、まず電子レンジで温めないようなんですね。こちらちょっと温めていきますので少々お待ちください。それでは電子レンジで温めてきたので食べていきたいと思います。ちょっと温めすぎたのかちょっと変形しちゃってますね。こちらいい匂いがします、ね、こちら。早速食べていきたいと思います。いい感じの親子丼ですね。肉もちゃんとポロッとしてますね。こちらじゃあいただきます。三つ葉と卵と鶏肉でも美味しいですね。こちら出汁もすごい効いてますね。こちら卵がですね、やっぱり普通の親子丼とは全然違いますね。美味しいですね、出汁も効いて。こちらも結構玉ねぎとかも野菜入ってて、三つ葉と、鶏肉とですね、いいですね。やっぱりちょうどいい硬さですね。食べ応えがありつつ柔らかいというところで、美味しいですね。やっぱり飽きるかなと思ったんですけど、全然飽きのこない出汁の効いた味で美味しく食べちゃってます。まあ、普通の親子丼だったら飽きちゃうかもしれないね。こちらでもこれやっぱ違うんで美味しく食べてます。うまいですね。これはやっぱり自分では作れないですね、こんな美味しい親子丼。美味しいですね。鶏肉なくても美味しいぐらいですね、こちら。
かなり鶏肉があるんで、親子丼でやっぱり違いますね。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。